血、これ今になって響いてきた。でこれ残像で回していく。これはうわテクニック負けてるけど、相手数だからこれ突破できるはず。ナイス、いいぞいいぞいいぞ。これで、これは何使ったっけ。アポロン、アポロンサブキの鉄槌、ワンチャン毒斬りいける。よっしゃー、いいぞ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 。一ノ瀬、一ノ瀬、ちょっと待って、ドロタイム。一ノ瀬、一ノ瀬、一ノ瀬、どこ、一ノ瀬カーズー、そっち、一ノ瀬カーズー、そっちか。うわこの辺出して、この辺落ちるからこう走っといて、アレスこれ毒斬り、これ絶対勝てる勝てる勝てる。はあ、うーわマジか。前半終了。ふっ、思ったよりもしぶといな。ゼウス、やはりあの時の貴様らの力、悪夢なんかじゃなかったようだな。ゼウス、さすがだな。今までの相手とは次元が違う。神のアクアがある限り、我々は無敵なのだ。くそ。そういえば、夏美たちはまだ戻ってこないのか。どうやらそのようだぜ。おかしいな。今までこんなことはなかったのだが。一体、何が起こっているんだ。まさか、あいつらにまで何かあったのか。春菜、無事なのか。いやー待ってくれ。おおお、もうここ、もうすぐ前半終了の時間ね。試合はどうなっているのかしら。みんな大丈夫だといいけど。いやでも熱点差つけられちゃったからね。でもみんなのことも心配ですけど、私たちもここでのんびりはしていられません。早くしないと控室にゼウスの選手たちが戻ってきちゃいます。それまでに控室に行かなくちゃ。そうね、グズグズしている暇はないわ。ゼウスの控室に急ぎましょう。はいはい、ゼウスの控室に行こう。それじゃあ鍵を開けるわよ。ドキドキしますね。神のアクアってどんなものなんでしょう。どうします、ものすごい気持ちの悪い生き物が入った不気味な水でしたら。それはね、それはさすがに気持ち悪いわ。ちょっとやめてよ気味の悪い。あれどうしたんです夏美さん、いきなり怖がりになっちゃって。うるさいわね、さっきまで緊張して夢中だったから。春菜ってドウス説あるぞこれ。うん、そうですよね。まったく遠藤くんたら、私たちにこんな無理させてくれちゃって。まったくよ、どうして私がこんなことしなくちゃいけないの。試合が終わったら思いっきり文句を言ってるやるんだから。ふふ。ええ、そうしましょう。さあそれじゃあ鍵を開けるわよ。お、何、うん、来る、神のアクア来る。うわめっちゃ神のアクアか、めっちゃドラゴンクエストの、めっちゃドラゴンクエストの世界中の雫感半端ねえわ。これが神のアクア。ゼウスの選手たちはスポーツドリンクに見せかけてこれを飲んでいたのね。確かに入れてるものさえ変えればそう見えるわ。でも警察に届けようにも鬼ヶ原さんとははぐれちゃったし。どうしましょう、どこかに隠しちゃいましょうか。いえ、それではすぐに新しい神のアクアが補給されてしまうだけでしょう。そっかそうですよね。ただの水に入れ替えようぜ。これはもう俺名推理だと思うけど。もうすぐ前半が終わる時間だわ。まずいわね、そうなったらゼウスの選手たちがここに戻ってきてしまう。あわわわ、どうしましょう。水に変えようぜ水に。ねえ、それじゃあこんなのはどうかな。日野さん、何かいいアイデアがあるの。どうするんですか。うん、二人ともちょっと耳を貸して。というわけどうかな。俺にも教えて。で、俺にも教えてくれないと。なるほど、ふふ、あなたもなかなか大胆じゃない。へへ、夏美さんには負けてられませんからね。私に、やめてよ、私はそんな。うん、でもそうですよ、こうなったらそれしかありません。時間もないし、それじゃあ早速かかりましょうか。ええ、はい。ん、何、あ、一人一個持っていくスタイル。昨日待っててね、遠藤くん。遠藤くんなら絶対ゼウスに勝てるよ。そう、そしたらその時には